見ますか。結構ボリューム、すごいボリュームだよね。こういうことですよね。そう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 。あ、余韻じゃないよ、余韻じゃないよ。じゃーん、シトーレイです。今回はですね、私が大好きなスタイリングを運営している会社マッシュホールディングスの本社にやってきました。割と建築としても有名なんですよ、ここ。で、何しに来たかと言いますですね、私、K さんと実はコラボすることになりまして、このプロジェクト自体はですね、実は去年くらいから始まってまして、こういろいろお話ししたりとか LINE でやり取りしたりとかして、最終的に決まったのが2体ですね。防体のブラウスと、あとは私が大好きなオフショルのトップス2体になりました。デザインだけじゃなくて特別なスペシャルな柄があるんです。これね、私がすごく思い出があるものなんですけども、もちろん無地のやつも作ろうと思ってて、でも無地も何色にしようかなっていろいろ悩んでるところなんですけども、それ含めて今日は K さんと一緒にいろいろ見ていきたいなと思ってます。早速見ますか。初これが、はいはい、れいちゃんのご希望の柄を乗せたピン下になります。あ、余韻じゃない、余韻じゃない、余韻じゃない。ここはもう一つにつながるイメージだよね。赤みがあって、向こうが赤み、青、青みブルーになっている。あ、なるほどな。あ、うん、言われてみるとって感じだね。そうそうそう。なのでこれも選んでいただきたい。私の元々のやつだと左側が近いのかな。この色めちゃめちゃ着回し効くから、なるべく寄せた方がお客さんにとっても着回し効くかなと思ってて、左ちょっとこれよりを、ごめんなさい、ありがとうございます。水玉をプリントしてる感じなので、うん、より立体感が出るように、立体感が出るようになってます、ね、で、形見ちゃう、形見ちゃう、はい、じゃあちょっとお着替えタイムで、イエーイ。じゃん、素敵素敵。結構ボリューム、すごいボリュームだよね。ね、可愛いね。でも包帯効くね、包帯効くね、あってよかったね。閉まる。これなんか多分ちょっと甘々だよね。うん、甘々になっちゃうもんね。ね、うん、ただまずちょっと待って、ま、気になったのが、ここまでしか上がんない。あ、そうですね。だからね、ゴム、後ろゴムになってるから、頑張れば上げれるけど、上げたら全部上がってきてしまう。イクロクロ先生みたいな感じになってしまうかなって。ゴムが入ってない、でも最初のやつは、もっと緩く落ちる感じだったのを、ちょっとこう見えすぎちゃって困るわの時のために、今ゴム入れてるので、ゴムなしにしちゃうか、もうちょっとゴム上がりを緩くして。あ、緩くすればいいのか。はい、緩くするといいのか。ブラウスやっちゃう？あ、ブラウスやっちゃうか。そしたら今これ脱ぐだけでいいかな。あ、確かに便利。ゆるさとかいいよね。ね、うん、雰囲気的には良い。あ、これこっち前でも可愛いんじゃねえか。うん、可愛い可愛い。可愛い ね。すごい素敵。あ、可愛いこれ。うん。可愛い。どっちも着れそう。うん、どっちも着れそう。ベストとしても着れるしね。あ、確かに確かに。ね、開けてパッてね、羽織るのも可愛いよね。うん。蓋の感じもこのちっちゃいのいいよね。うん、可愛いよね。ね、うん。これが色が？今黒と水玉と。水玉と。もう一個考えてたり考えてなかったりするので、この後で話そう。あれだと思います。はい、ちょっと前が短くて後ろが長いのもあり、うん、このうん、かわいい、はい、ででん。あ、ごめんなさいね、今ちょっとお片付けして、ごめん、すごいごめんね。ちょっと片付けてから来てもらおうかな。なんかやっぱちょっと甘めな感じが。ここが短いから甘々すんのかな。またギリギリくらいとかでも、そこから測った方がいいかもね。そうだね、このぐらいだもんね。後ろがピッてなりたい場合は、ちょっと下下がりたい、85とかどうですか。うん、そうだね、そうしよう、うんうん、そうしましょう、そうしましょう。ねえ、これさ、ここも斜めで超可愛いね。あ、本当だ、こう斜めと、うんね、こう斜めこういう感じ、ね、すごい可愛い。ここがなんか、ここがそう、さっき言ってたんだけど、ちょっとお胸さんがね、ある人が着にくいのかなっていうね。ここのギャザーを削っていくと、今ギャザー部分2倍ぐらい入ってるので、ね、1.5 倍ぐらいにして、で、チラッと減らします、なるほど、この出方だよね、紐、紐ね、紐が今さ、紐ある方がでもなんか安心するよね。なんかヌーディー感がないよね。これつける人はつけると思う。ちゃうんだよね。こうなっちゃう。それ気に。あ、でも縦の方が可愛くない？こういうまっすぐの方が。こういうことですよね。そう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 。の方がなんかよくね。ハの字より。じゃあ生地のお話に移ろうかな。はい。はい、これだったと思う。これ今会見のこれでね。あ、なるほどなるほど。あれじゃあ、ありありだと思うよ、ね、重ね着でこれにこれしたら濃ゆい、ゴワゴワしてる感じには見えるけど、
ちょっとドレッシーに見えるのが気になっておる。そうそう、あとちょっと、うん、あの光がね、そう光っちゃうんだよねこれね。場合によっては安っぽく見えちゃうかなっていう。どっちがいいかね。迷うよね。悩みますね。悩む、すごく悩む、わかる。両方なら着れる人がどのぐらいいるかっていうことを考えると、うんうん、まあ、単品に行ったら多分こっちの、うん、こっちの方が、うん、全然いいと思うんですよ、うん、両方とも。こっちの素材にしちゃっても。一回ゴワゴワちょっと着てみてもいい？やってみましょう。納得いくまでやってみましょう。はい、こっちの方がなんか、クシャクシャクシャってなってくるよね、うん、あのコットンだからね、おっぱいが ね、 あの目立たない、うんうん、コットンの方がエロみがないというか、うん、ない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 、うん、コットンいってみようか。コットン、うんうん、柄はこちらのシフォンで、うん、行きますか。コットンコットン、うん、こっちの方が多分ドレッシーな感じで、うん、そうだねそうだね。これだと重ね着した時にマジドレス感出るんじゃないかなと、うん、そしたらあれですね、このプレシーのコットンコットンバージョンでの色、色黒欲しいじゃん。黒欲しいね、うん、あともう一色とかだよね。水色は素敵だけどね、並びがね。なんとなくこれが買えない人がこっち、この水色は着やすいわね、うん、こっちもチャレンジってことを決めてんだから、うんうん、チャレンジは1回だけ。分かんない、いいんだよ。じゃあどうせ俺いいんだよ、2回やってもいいよチャレンジ。多分単体で見た時にオレンジは多分きつい気がする、うん、あ本当だ ね、 ね、うん、いいんじゃないかな。水色かな、うん、水色かわいいよね、うん、爽やかに見える。爽やかにね、うんうん、まとまりました。まとまりました、はい、次は本番の本番、はい、着色サンプルがやってまいります、はい、おー、緊張する。うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、育成層の時を経てようやく最終サンプルが上がってきました。これが最終形。最終形です。もうね、これをやるところを見せたかったから、うん、今すごいコソ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 運んでちょっとあのうっすら見えました。こうやって見えないようにしてましたよ。見せ画面、見せ画面お披露目します、はい、いっせーのーせ、じゃーん。見てもいい？あ、おー、やっぱこの色でよかった。すごい、かわいい。いいよね。やろー。これが一番ちょっと心配だったんだよね。あ、でもかわいいよ。生地をね、変えて、変えようっていう決断をしたじゃない、うんうんうん、だからこのコットン感、この仕上がりいいよ。仕上がりいいよ。かわいいよね。一枚バサー、一枚バサーで最高に。そう、超かわいいんです。めっちゃどうですか、このあ、私の敵スタイル、こだわりの、やだー、あ、やっぱこれはこれがいいね、いいね。そうだね、着てみようよ、着てみよう、ね、着てみる着てみる、ねえねえねえ、めいちゃんはやっぱり思い出の柄をちょっと楽しみにしているので、うん、まずこれ着ていただきたい、着方をお任せします、はい、で、私は多分水色とかがあんまり上に来ると似合わないので黒を着させてもらおうかなと思っておるので、プ、はい、レスルームでさ、なんかピックアップしてこよう、うん、じゃーん、かわいい。なんてものを産み落としてしまったんだろう。めっちゃ似合う、かわいい、すごくかわいい。いや、やばない、結構前のめりだからさ、ちゃんと説明してあげて、うん、あ、そうね、そうね、うんうん、どっちかレイさんに名前られたとりあえずさ、これからメインじゃん、うん、こっちの話しようか、うん、しくさい。Kさんが今どうやって着てるかっていうと、この襟部分を落として、ここ落としてここにフリルが来るように、そうです、余計そこにボリュームが出るから、こういう着方もできますよと。袖を通すと私みたいな、二の腕がちゃんと隠れるように設計してるんだよね。そうなんです。なんかダメなところ、本当はそうしたかったんだけど、ちょっとこういう感じもね、説明したいかなと思って。可愛いかなと思って、はい、しかも私この、うん、このライン今超、うん、超今っぽいなって思ってて、分かる、ここのお腹を見せるじゃないですか、人は露出で、背中を見せるじゃないですか、うん、次肩なんだと思う。この間、うん、あのパリコレ行っててそれすごい感じたんだけど、うんうんうん、でもこれ作るのパリコレの前じゃん。そうだよ、全然前だよ。気づいてないままやってた。やったー、すごいな、すごいな、すごいね、ここがね見えて、うん、でまああのこういう結構ボリューミーな、結構ボリュームがあって、れいちゃんの素材だとちょっと軽め、うん、そう、結構に仕上がってるんだよね。トローンって、でちょっとビビビビビビって柔らかい感じ、柔らかいシフォン素材の水玉ドットの、うん、ジャガードの上にさらに水玉っていうね、乗せてますっていうね、くどいかなと思ったけど、でもれいちゃんが着ると全然くどくない、そんなにくどくないよね、全然くどくないね。これ肩紐で、肩紐いくらでもここ調節できるよ。あと後ろ紐なので、あのここの長さも調整できます。私結構下の方が大人っ
ぽいかなと思って結構下にしてるので、でもここはゴムになってます。ゴムになってます。だから落ちません。落ちませんし、なんかこうちょっといいよね、ここが、うん、安心感がある。安心感があるね、うん、はしごレースを叩いたところとかもね、ね、抜け感が出て可愛い。で上にこうピロピロさせたところもね、このね、こう、こう下がるじゃない、こう上がるじゃないっていう、かわいい、かわいい。なんか自分が娘を産んだ気持ちわかるわ。かわいすぎて嫁に出したくない。あ、でもダメ。そうだね、売らなきゃ。どん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 売り物です、ごめんごめん。で、合わせてれいちゃんが今日着てるみたいに、うんうん、これもまたれいちゃんのこだわりが詰まった帽体になっています。はい、はい、これは、前にも着れるし、今私後ろにも着れるしって、両方リバーシブルで着れる感じ。そう、スタイリングのお得意のボスサイドモデルになっておりまして、開けてきても全然いいと思うし、これ1枚でも結構様になるもんね。この1枚だと、はい、ここにこの人なんですけど、なんかこう夏ってつるんってしがち、なんかつるんってしがちシンプルだから、だからこのぐらいのこう、うん、ちょっとボリューム感のあるものが着やすいよね。こうやって入れてさ、ここがピリピリって可愛いね。どうしよう、何着ても可愛いんじゃない。どうしよう、何着ても可愛いと思う。ごめんなさい、ちょっとなんか史上最高にボキャブラリー私はない。ここふわっとしてるんだけど、一回ここねタック入れてるので、あの落ち感がね、気持ちストーンとする。こっちがこうドラマチックにふわっと上がる方だとしたら、こっちはこう気持ちいいクリアなんだけどストーンっていう。で、これも後ろがさ、うんうん、大きく作ってるじゃない。そうだね、こう広く、うちお得意の感じなんだけど、うん、前から見ると前、前と前、超細見えさん、うんうん、ね、ここにタックが入ってるから、このラインで見えるんですよね。そうそうそう、だからもう華奢な方ですかっていう感じ。れいちゃんがこだわったのはこの長さをふんだんに取るっていうことだよね、うん、結構気持ち長めで取っているんですよ、うんうんうん、でボリュームがあって長めっていうのがね、うんうん、そのちょっと、モード感が出る、うん、そうそうそうなって思ったね。やっぱりれいちゃんの目の付けどころは、ここも結構気持ちリボン長いんですよ。で太めで長め、多分これ普通だったらこのくらいなんじゃないかな。このくらいなんだ。そうだね、ちょっとチンチしてるよね、うん、れいちゃんの提案としては、うんうん、本当は、これをセットでチュンって、うんうん、そう前セット、ね、今みたいに着てもらうのがこっち前セット、前にリボンでフリフリが一番テンション高いバージョン、テンション高い2番目に高い3番目、4番目くらいなんですかね。そうだね、うん、さっき気づいたんですけど、すっごい可愛かったさっきの、ねえ、うん、これ紐後からとあの取り外してほしいんですけど、まあ、適当にここで言おうとしたらワンピースっぽくなるんですよ。そう、かわいいよね。ここのなんかたゆみが今っぽいねえ、うん、じゃあちょっとこっちも一回着てみます。かわいい、かわいい。テンションマックスバージョンのリボン、マックスバージョンリボンですごい。しかもこうすごいペルトーンだから派手な、うん、形はすごい派手なんだけど、うんうん、そんなに、そんなに派手ブリブリしすぎないかなっていう、うん、いい色だよね。ちょっと落ち着いてる水色で、ねえ、ねえ、うん、あとこの合わせも可愛かったなと思った。大人っぽいよね。タイトスカートなんかすごい履きたい気分じゃない、ね、すごい可愛い。似合う、似合う、そして後ろも似合います。そうなんです。これさっきちょっとね、あのリティールが見えづらかったんだけど、すごいゴムがね入っているから、うん、でこれはもうシワも気にせず、ね、これは本当にガシガシ、はい、ガシガシ洗濯できますくらいの感じ。ガシガシこっちの生地は、ね、本当になんかこれさっき言ってたんだけど、どっか旅行行きたくなる、うん、ないこれ。確かに確かに、ね、なんかちょっとパヤついたとこ行きたいな。パヤついたとこ、パヤついたとこに行って水着の上にバッて来て、来たい、ご飯食べたいなみたいな、ランチ行きたいなみたいな。絶対かわいい。しかも今さっき気づきましたけど、ごめんなさい、この着方もできました。忘れておりました。この、ね、紐が自由自在になるので、通常だとこう平行でストラップがつくんだけど、こういう風にこれが外れるので、ここで湯を開けることができます。手外しちゃってもいいし、うん、みたいな、うん、いろんな、こういう この時にギャザー生きるね。生きる、ね、これでギャザーがするとすごいベローンみたいな、なんか誤解帳みたいな、うん、なっちゃう、なっちゃう。ちょっとこれでこう干渉剤みたいな、かわいいです。やっぱり今欲しいのって、はい、似合う服もそうなんだけど、うん、上がる服が欲しい。わかる、そうだよね。みんなウキウキとね、なんかだんだんこの人小さくなってるの、私のせいな気がするけど。確かにさっきもうちょっとね、ちょっと小さくなったよね。どう小さいままでいてもらおうか。そうね、そう、似合うと卒がないけど、うん、なんかね、うん、気持ちがウキウキしないから、うんうん、そうだね、絶対こっちの方が今欲しいの上がる。夏は上がるべきだね。まあ、これはまあ1個ずつ買ってもよし、うん、セット買いもよしっていう、はい、ちなみにキーさん、これ発売は、はい、これはまず梅田阪急の大阪のポップアップに行くんです。これを見つけて、私たちもすごいこれに全てをかけてます。
全て分かりますか。今緊張しちゃった。なのでもうあのポップアップでまず先行で、うんうん、あの発売させていただきますので。何日から、5月の10日からです。5月の10日から水玉バージョンが梅半の限定になります。ですのでもう早物勝ち、ね、こっちとこっちは東京でも展開、あのちょっと阪急の後に展開しようと思っていますので、お楽しみにしていてください。あとはオンラインです ね、うん、ね、はい、でもこれをぜひ店頭見てほしい。そう、着てほしいよ ね。これと合わせたいなっていうボトムを履いてきてくれたら、うん、まあ、れいちゃんがいたられいちゃん指南できるし、うんうん、私結構店頭に言おうと思ってるのでどれが似合うかなって。ケンさんにお見立てしてもらうのめちゃめちゃ豪華じゃない。なんかすごくいいと思う。なんか自慢のボトムスを履いていらしてください。で、れいちゃんさ、はい、うん、今日さスタイリングのお洋服で合わせてくれたけど、はい、私これれいちゃんの私服がで合わせたやつを見たいんですよ、うん、はい、安心してください。スタイリングの、ホームページで私の私服と交えた、はい、スタイリングを、ご紹介してるんで、よかったらホームページ見てもらえたらなと思います。そう、すごいすごいいいね。はい、この3色展開なんですけど、うん、皆さんどの色が気になったりとか、どの着こなしが気になったんでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。